この YouTube チャンネルは岸川三好が地元嬉野市を住みやすい街にするために自らの考えを正直に語ったビデオです。いくつかのパートに分けてお話ししています。ぜひ最後までご視聴くださいませ。嬉野市の市議会の定数についてお尋ねいたします。現在嬉野市には何名の市会議員がおられますか？はい、現在ですね、嬉野議会はですね、16名の方が議員として活動しております。はい、市会議員の仕事はどんな仕事ですか？そうですね、市会議員さんというのはですね、市の例えばいろんな予算とかそういうものをですね、やっぱり監視して、本当にそれが市のためになるのか市民のためになるのかということをやはり見て、そしているものは進める、いらないものは外すということで、チェック機関ということで、市会議員さんの仕事の一番大きなのは、そういう市の運営をチェックしていく、そういう機関です。それともう一つは、やはり市民の代表ということで、いろんな市民の要望とか思いとか地元のこととか、そういうことをやっぱりその行政に取り入れて、そして住みやすい街を作っていく、市民のために役に立つ街を作っていく、そういう形で、市民のために街を監視する役ということで、監視役というのが、大きな仕事じゃないかなと思っております。議員の報酬というのはどれくらいありますか？そうですね、これは各地ですね、いろんな地区によって、例えば財政の大きいところとかいろんなところはまた報酬が月に100万とかいう、そういう市もあります。でも嬉野の場合はですね、他の地区に比べて比較的県内では平均的な金額じゃないかと思いますけど、毎月の給料とかボーナスとかそういうものを合わせて平均的には1人600万ぐらいかかっているんじゃないかなと思っております。市会議員は普段どんな活動をしていますか？はい、市会議員の仕事ですね、私も、このいう政治に対してですね、全く関心のない時代はあまり考えたことなかったんですけど、いろいろ調べてみますと、議員さんの大きな仕事というのは、議会に出席して、そして市のいろんな行政のことに関していろんな意見を言ったり、また決めたり、また反対したりとかいう一つの役割なんですけど、この市の予算を決めたり運営したりするのに議会というのがあります。これは毎年3月と6月と9月とそして12月ということで、年に定例の議会というのが年に4回あっております。またそれ以外に特別なことがあった場合は臨時議会ということで、議会があるんですけど、大体1回の議会の参加する日といいますか、議会に出ていく日というのは、大体平均的に大体月に1回に10回から12、3回ですから、年間通じて定例議会に出席する日数というのは約50日から60日ぐらい、それにあとはたまにその臨時議会なんかがあるときに、何日かあるかも分かりませんけど、平均的に年に60日から70日ぐらい議会に出席するということで、そういう形で活動されておられるみたいです。はい、嬉野は他の地区と比べて議員の数は多いですか？そうですね、正直申しまして私は多いと思います。例えばこの県内 その市町村 の議員数をちょっと計算して調べてみました。やはり一番県内では人口の多い佐賀市なんですけど、佐賀市が23万人の市民がいるわけですけど、この23万の市民に対して議員数が32人ということです。で、唐津が次に人口が多いところなんですけど、こちらの方が人口約11万か12万ぐらい の市なんですけど、ここが30名ということで、佐賀市は23万人に対して32人、唐津は11万人に対して30人、嬉野は今現在2万6000人ちょっと切ってますけど、そこで16名ということで、数字的に考えてみますとやはり少し多いんじゃないかなと思っております。
それでは、議会に対する要望とかはございますか？はい、私もですね、以前はこの議会放送というのは全く興味がありませんでしたので、今まで正直言って見たことはありませんでした。でも自分が前回市長選に立候補いたしまして、やっぱり議会でどんな話があるのかということをその興味がありましたので、毎度この議会放送は今テレビ九州さんがこの議会放送を全てその放送していただいておりますので、これを私は録画に撮って何回も見ております。でやはりこう見ててですね、地元の、この嬉野の議会と、またよその地区の議会とかもいろいろこの放送があってますので、よその地区の議会を見たりとか、そういう形でこうやってるんですけど、もう正直申しまして、この議会の運営の仕方といいますか、それに対して私は本当にね、もっと真面目にやれよと言いたい気持ちがあります。でなぜかと申しますと、もうお互いに例えば議員さんが質問する内容を事前に市の方に送っております。また答える内容もまた議員さんの送っていますということで、お互いが台本を見ながら、そしてそれを読んで、そしてそれを答えているということで、今見てもですね、本当に真剣にやってないな、もっと真剣にやってほしい、市民はあなたたちを代表として、そして年間一人に600万の議員の報酬を払って、税金を使って議員として議会をやってるんじゃないか、もっと真面目にやってほしい、そしてもっといいものはいい、悪いものは悪いというふうに、やはりそこはやってほしいなと思っております。で特にですね、やっぱりこう議会を見てますと、もっと突っ込んで質問すればいいのにというところまでこう感じるんですけど、じゃあそこでもう分かりましたと納得してしまう、そういう形でお互いが何かその心から行政町のためにやってない、また中にはその議員さんの中で本当にこの町を思って質問しようということで強く質問をするということがたまにあるんですけど、そういう時は他の議員さんから抑圧されて、これ以上聞くなというような形で圧力がかかっているという話も聞きます。ですからやはり真剣にやっていただく、そしてやはりこの議員さんの仕事というのは市長と相反する立場におられます。でも今は市長の言ったことを賛成ということで、市長も議員も相反する立場にありながら、お互いが同じように仲間意識といいますか、そんな感じでやっている姿を見たときに、本当に議員さんの存在というのが私は本当にこう納得いかないというか、でこんな議員さんなら本当にいなくてもいいんじゃないかなということで、私も何度か言ったことがあります。やはり議員さんは市民の税金をもらって、そして市のために働いている立場の人です。ですから市民は本当に皆さん今不況の中で仕事を失った方、所得の少なくなった方、そういう方がたくさんいる中、税金を納めている人が苦しい思いをして、税金で仕事をしている方たちが裕福に過ぎている、そういう姿を見たときに、やはり議員さんたちはもっと真剣にやって、そしてお金のために議員をするんじゃなしに、本当にボランティアの精神でやっぱりこの議員活動をやってほしい、そのように思っております。ですからやはり議員さんはその地域で、よく世話をする人とか、そういうことで顔なじみだから、じゃああの人に入れるとか、あの人に何かお世話になったからあの人に投票するという安易な投票ではなしに、やはり本当にその議員さんがこの嬉野のために本当に真剣にやっているという姿を市民の方も見て、この嬉野のためになる議員さんを選挙の時に選んでほしいなと思います。そして議員の数のことなんですけど、現在嬉野には16名の議員さんがおられますけど、実際先ほど申しましたように佐賀市は23万の町で32人、唐津は11万の町で30人ということで、それで十分やっていけると思います。ですから嬉野も今16人の議員さんを
6名減らして10名の体制でやっても十分この議員さんの仕事としてやっていけると思いますので、強くやっぱり議員さんの定数を減らす、10名の体制で十分できると思いますので、そして中身のある方、本当に町のことを思う方、そういう方を市民が真剣にその方のやはり考え方、生き方、そんなものを見て、そういう方に投票してほしいな。ですから市会議員を選ぶのは市民であり、その市民が安易に市会議員を選んでおると、結果的には自分たちが将来苦しい町になってくる、そういう感じがしておりますので、強く言いたいのは、やはり政治家を選ぶときには本当にその人がその市のために役に立つ、そんな方を選んでいい議員さんを作ってほしいなと思っております。本日も岸川三好さんの嬉野を思う熱い思いをお聞きしました。次回の動画もぜひご覧くださいませ。